じゃん全然違うくないクロじゃんロそういうことかそういうことかクロと合クロワッサンの日ですパン屋さんで不動の人気を誇るクロワッサンですがこちら最近独自の進化を遂げた進化系クロワッサンが話題となっているそんな進化系クロワッサンの最前線を調査してきてくれたのはこちら 僕だおゃー !VTR スタートだおー <laughs> 丸見えやたドーナツ型やマフィン型いろんな進化系クロワッサンにおんちゃんもびっくりー <laughs> あらあら,あらこんなところに好奇心旺盛とっても食いしん坊なオンちゃんが進化系クロワッサンを求めて <laughs>、うん、どこ行くの見つけられた黄色いまずやってきたのは、うん、丸山クラス1階、うん、1> 発酵ミルクバター本舗、うんーえー、クロワッサンを求めてやってきたのですが、うん、そこに並ぶのはチョコがいやいちごが乗った何やらケーキのようなもの、うんうん これ本当にクロワッサンなの？こんちゃんこれはクロフィンだよ。クロフィン？クロフィン？新家系クロワッサン1クロフィン。クロフィンとはクロワッサンとマフィンが組み合わさった新感覚スイーツ。えー、クロワッサン生地を型に入れてマフィン状に焼き上げます。えー、焼き上がりはバターの香りが鼻腔をくすぐります。中にはクリームがたっぷり。えー 窓はサクサク、えー、中はもちもちの新食感が楽しめます、えーえー、全国的に SNS でも話題のこのスイーツが札幌でも味わえるんです、うんうん、当店では1908年創業のおこっぺ町の松村牧場と直接契約させていただいておりまして、うんえー、そちらの発酵バターをたっぷり使用しておりますいい、ね、いい北海道産の発酵バターに加え小麦も100%北海道産、えーえー 気になる温味はスタジオで。待っててね。続いてやってきたのは札幌市手稲区にあるクロワッサン専門店三日月。午前中には商品のほとんどが売れてしまうこともあるほどの人気店なんです。すごちゃんいらっしゃい、こんにちは。ここ三日月では20種類ものクロワッサンが日替わりで並んでいます。 毎日来ていただけるお客様もいらっしゃるので、毎日来てても飽きのこないいようにしていますその日に、思いついつたたもものを突然出したりもしります見た目のインパクト抜群、<ー>チョコバナナが丸ごと乗ったクロワッサンや、チーズたっぷり、クロックムッシュのクロワッサン、穴の開いたドーナツ型のクロワッサンなど、一風変わったクロワッサンがたくさん。 お店の名前は三日月ですが満月ぐらい大きいんです進化系クロワッサンすごいねんだったっけおんちゃん,ん,ちゃん実はもう一つ人気の進化系クロワッサンがあるんだよ とっても驚いたか,からみんなに買ってきたおん <laughs> なんかそと,ということで <laughs> おっちゃんもびっくり進化系のクロワッサン三日月さんですねこちらえおにぎりの形をしたその名もおにぎりクロワッサンだおん

無理もね。下から。のりとイチゴとクロワッサンどうなの?。なんかね、新しいかも。でも、のりの味としては、そんなに主張してこない。そうなんだ。やっぱり中のクリームがね。そう、本当。すごい。ストロベリーの酸味と甘みもよく感じられるんじゃないかと思う。

そうです。久長さんは中クリームたっぷり、ショートケーキ味ですね。こちらがすごいねミルキーなクリームで甘くて美味しい。ちょっとあの外側サクサク感も残りつつ、なんかギュッとしたこう中はちょっと密度が濃い感じで食べ応えもある。あのイチゴの風味も感じますよね。感じますね。久長さんが全部言ってくれたから俺食べることにせん。 塩バターホイップ味いやいやあの中がすごいしっとりしてるっていうのがすごくんか満足感あとねこのクリームはねんか食感固めなんですけど口の中に入れるとじわっととろけるような感じがこれもんかぜいたな感じホイップクリーム塩ホイップの方はちょっと塩味しっかり感じるので甘すぎずに食べやすい 安いかなと思います。いいこの5個セットというのがありまして、こちらのかわい,い箱に入るんですけど、これが5個セット1680円で販売するということで、えー、いい手土産にもぴったりだと思います。<ー>セットでおんちゃんが間に合ってない。セットで安得 はいお疲れお疲れ新家系クロワッサン皆さんもぜひ食べてほしいなと思いますオンちゃんからも一言はいはい皆さんもぜひ食べてほしい以上モニプレでした <laughs> はい一問にいろいろ挑戦していきたいと思っております。<laughs>